やみな、こんにちは。やみな、こんにちは。やみな、こんにちは。はい、ということで今日はですね、ソードアートオンラインリアリゼーションの最新情報が出たので、ちょっと一緒に語ろうかと思って動画撮ってます。あのね、電力文庫のお祭りには僕行けなかったんですよ。てか、まあ、バンド練習とかの予定が入ってて日程が切れなかったのでちょっと断念してたんですけど、まあ、ニコ生とか YouTube ライブで配信されるということで、ちょっとね、帰ってきてから見ました。もうね、ちょっといろいろぶっ飛んでるニコ生だったんだけど、まあ面白かったです。でね、ニコ生っていうかイベントだったんだけどね。で、まあ、一応ゲームのところだけ今回は取り上げます。映画の情報もあるんだけど、それはまた別の動画で、そっちのネタはネタで喋ります。で、これ、まあ、これって言われてもちょっとわかんないけど、あの、二人プロデューサーがね、もう出来たてほやほやのプレイロムを持ってきてたんですよ。で、それがね、思ったより良くて、良くてっていうか、もう、一応コメントとかで FF14 の UI に似てるんじゃないかっていうコメントたくさんあったんだけど、なんか、それよりもさらに、それよりもっていうか、今出てるやつよりも、なんか改良に改良を重ねて、どんどん変わって、今一番ベストなやつを探ってるということでね。まあ、なんて言うんだろう。本当に MMO をやってる感じの気分になるような、その、ユーザーインターフェースが揃ってて、もうなんか、俺ね、最近ね、その、オンラインゲーム、パソコンでやるオンラインゲームとかが、なんかね、しっくりこないんですよ。結構ね、俺高校の時とかずっとやってた人なんで、そういうのを。もうね、今でもハマりたいんですけど、ハマれるものがない。でね、まあプレステ4のゲームをいろいろやってるんだけど、まあそのパソコンで、なんか、一個の自分の生活を増やしたいというか、まあ廃人になりたいという。ね、思いがあるんですよ。でね、もしかしたらそれを叶えてくれるかもしれない。このホローリアリゼーション。もう一応ね、PV があるんですよ、第2弾の。ここから URL 下に貼っておきますね。で、この PV を見て、その2人プロデューサーが気になる一言言ってたんですね。まず PV を見てもらうと、各キャラの紹介だとか世界観とか、あの新しいね、うん、あのキャラクタープレミアの声優さんも載ってますし、でね、あの戦闘シーンも載ってますし、まあ、戦闘シーンはニコ生の方 YouTube ライブの方でも載ってるんだけど、でこの中でなんか声優さんをまだ公表してない人がいるらしいんですよ。そのなんか2人プロデューサーが言うには、1人そのまだ公表してない声優さんをチラッと入れててみたいなことを言ってたんだけど、俺ね、必死こいて聞いたんだけどね、わかんねえんだ。アルゴが来て、その後にあの今ではそのユイちゃんなのかなっていうのを思ってるんだけど、お願いです、私も連れてってくださいっていうセリフを言ってる子がいるんですけど、まあ、アルゴはすぐ分かったの。癖があるから、特徴に、声に。だから、でもユイちゃんはもしかしたら他のキャラなんじゃないかなと思ってずっと聞いてたんですよ。でもって感じで、うん、でね、ツイッターでもみんなに聞いたんだけど、みんな俺が聞いてる方はプレミアの声の方だと思ってたみたいで、プレミアの人の中の人をね、言ってきてくれてたんだけど、俺がね、知りたいのはね、その手前なんだよね。プレミアの声はもうしっかりと把握してる。魔法科高校の劣等生の、ね、北山しずくちゃんの役ですね。辰巳ゆっこさん。ゆっこさん。はい、です。ね。それじゃなくてね、いや、もしかしたら二人プロデューサーなんか勘違いしてんのかなと思って、ずっと聞いてんだけど、この PV を。わからんなと思って。だから、その、セリフ元にもう一度PV 見てみてください。でもしかしたらこの人のこと言ってんじゃねっていうのがあったら教えてください。ぜひコメントにね、書いてください。で、一応アルゴとかユイとかそのもう出てるじゃん、その過去にね。だからそういう人たちじゃないんじゃないかなと俺思って聞いてるんだけど、もしかしたらまだゲームのサイトで発表されてない声優さんのことを言ってるのかな。そうしたら確かに伊藤かなえちゃんとかね、うん、もうは候補に入るから、あ、そうなのかって納得できるんだけど、今のとこ俺の思いはそのまだ新キャラみたいなのがね。だってさ、今までさ、フィリア、ストレアで、レイン、セブンちゃんみたいな感じでスメラギとか出てきてたじゃん、他にもいろいろ。だからそういう人たちがその声出てんのかなと思って。で、プレミアとキリト君が戦ってるシーンがあるんだけど、そこにね、一人ね、なんか黒の戦士が出てくるわけですよ。その人の声があるのかなと思ったんだけど、どうもないような気がするんですよ。だからね、ちょっとね、今モヤモヤした気持ちで喋ってる。この動画撮る前に何十回聞いて、わからん。
分かるまで動画撮らんぞと思ってやってたんだけど、もう無理で、ちょっと情報の方まとめてさっくりと言いますね。まあ、今回、注目していただくとこはですね、プログレッシブを見ているとさらに楽しめる内容になっているかもしれないと、松岡くんも言ってました。で、フィギュア、ストレア、レイン、セブンとかも、出ると思います。っていうか、川原先生が過去の、そのゲームの中のオリジナルキャラクターとかも出るんでしょうかっていう質問をちょっと投げかけ、そんな雰囲気で投げかけてたんだけど、二人プロデューサーがそれに対して、出るかもしれませんねと濁しつつも言ってるんですよ。多分まだ明確にはなってないんだろうけど、その社内でもちょっとまだどうしようかっていうところになってるかもしれないけど、おそらくもうキャラのモデリングとかは進んでるのかなと思います、今のこの発言を聞くとね、うん、だってそうしないともうそう、発売日秋だからさ、間に合わないじゃん。でね、シノンはね、槍を使ってました。弓じゃなかった。まあ、やっぱり、多分、アインクラッドとかを基調にしてるというか、基礎にしてんのかな？ね？だから、妖精ちゃんたちはいないからさ、魔法が使えないんだよね、おそらく。まあ、弓が魔法かって言われたら、そうじゃない気がするけど、まあ、でも槍らしいです。で、リーファちゃん、僕、衣装かわいい。やっぱ、どのシリーズでもリーファの衣装ってかわいくて、いやー、いいね。緑と金髪って本当に似合うんですよ。色のバランスがとても良くて。で、セクシーね。中の人もセクシーですけど。いや、とてもいい。とてもいいと思う、デザインが。で、そう、そうだ。でね、今、この、ニコ生の方、YouTube ライブの方の情報を見ると、そのね、松尾くんがキルドを操作してて、なんかね、リーファーって言ってるシーンとかあるんですよ。そういうシーンはなんか先週撮ったらしいですね。これ豆知識やね。まあ動画見ればわかるんだけど。先週撮ったやつですか。もう本当に今ギリギリのところで戦ってるんだな、この人たちはと思いました。いやー、もう納期って怖いからね。今発売秋って言ってるけど、もしかしたら先になっちゃうかもしれない。でも業界で言う秋っていうのは、確か12月くらいまでっていう話を聞いた。俺たちにとって秋ってさ、もうなんか9月終わって夏が終わってな、秋だなって。10月11月、で12月はもう俺の中で冬なんですけど、冬になるじゃん。でも多分業界の中では2月ぐらいまで、ね、秋だから、もしかしたらな。でも今年中だよな、12月にかけたいな。遅くても12月にやりたい、そして実況でバンバン見るの楽しんで、このね、疑似 MMO 世界をオンラインで4人とかでマルチプレイでやりたい。で、俺が一つ気になってるのは、発売日よりも今ね、キリト君しかそれ操作キャラクターとして出てないんですよ。で、これがアスナとかね、他のキャラクターもみんな使えるんだったら嬉しいです。これ要望なんですけども、俺やっぱりキリト君もすんごい好きなんだけど、アスナとかをやっぱ操作するっていう、なんていうんだろうな、このゲームでしか味わえない感覚が俺は欲しいんですよ。やっぱゲームのいいとこって、そのね、アニメとかだとやっぱりキリトくんを中心にして周りのキャラクター見るんだけど、俺が操作したいんですよね。したいじゃん。いや、みんなしたいよね。これはね、みんなしたいって思うはず。で、ホローフラグメントがあって、ロッツソングがあって、で、それを合体させて、で、ホローフラグメントにしてるようなイメージじゃん、今のとこね、見た感じ。で、そうすると、やっぱ、美味しいとこ取りっていうのかな。ね、ホローフラグメントのギャルゲチックなとこと、操作性は、まあ、ちょっともうちょいスムーズになってるみたいな。で、その、操作性はやっぱロストソングから来てると思うし、ただ空がないからよりなんていうの、シンプルな操作感で誰でもとっつきやすい感じになってて、でさらに言えばキャラもいろいろ使えるものがこっちに来てほしいなと、ね、で合体していいとこ取りみたいな。で、武器は変えれるのはまあもう昔からあったからね、うん、まあそれはこのままでよかったなと思ったんだけど、そこが気になりますね。うん、あと新キャラをそろそろ発表してほしいなと。で、ニコ生で確か4月に、YouTube でもあるかもしれないんだけど、俺が、自分のリスナーさんから情報を結構いただいたので、
そのニコ生で4月末だったかなに、またそういう、なんていうんだろう、情報を解禁する場があるらしいので、もしかしたらそこで正式な発売日とか、キャラクターね、の新しい情報とか、まあゲームの中の新しい情報とかが、もりもり出てくるかもしれないと。まあそれに関してはみんなで一緒にまたね。てか、こういうさ、ニコ生をさ、まあ、ツイキャスとか、自分のニコ生のチャンネルとか、YouTube ライブで一緒にみんなと見れたら面白いなと思うんだけど、どうやったらできるんだろうね。まあでも俺がここで喋っちゃうと、その動画の中のセリフとか聞けないから邪魔になるし、まあかといって YouTube ライブのチャット欄で俺が会話するっていうのも、チャットすごい早いからさ、最近流れちゃうから、まあ、だからもしかしたらその時になったらニコ生で、まあ、いいのか分からんけど、そのページをミラーリングして、で画面を映して、俺がシュコメって言って、まあ上に出るんですよ、滞在するんですよ、コメントがピッてね。でみんなのコメントは横に流れてくみたいな感じでできたらね、嬉しいなと思ってます。やっぱみんなで見るニコ生と一人で見るニコ生は全然違うし、面白さと共有感っていうのかな、違うし、情報の伝達とかもなんか意見のやりたいもできるから、やりたいなと思ってます。まあ最後はちょっとごめんね、話が逸れちゃって。ということでね、ホロリアリゼーション第2弾の PV が来て、発売日も秋に決定して、いろんなね、情報が解禁されて、ちょっとずつだけどね、まあ、2人プロデューサーのいろんな言葉も聞いて、どんなゲームになるのか予測して、みんなでワクワクしましょう。そしてこの PV の中で隠し声優さんは誰なのかみんなコメントください。それではご視聴ありがとうございました。次は SAO の映画の情報でお会いしましょう。